こちらでしたか、ジェスターさん。至急ブリッジへ。キャプテンがお目覚めになりました。キャプテン、ドルゲンゴアが会えるのかと言いますか、ジェスタさんに直命があるそうです。さすが砂漠の爪はん、ボス直々のご指名や。皆さんブリッジに集まってます。お急ぎくださいませ。今までずっと寝てたのか。よう、ジェスター、大した出世だな。今回の作戦は貴様の出番だとよ。パパが人を信用するなんてすごいんだね、ジェスター。すごい？ジェスター、お前が本物ならな。全員揃ったようだにゃ。誇り高き海賊諸君、我らがキャプテン、ドルゲンゴア様がついにお目覚めにゃ。全員、整列にゃ。あおか、キャプテンのお出ましにゃ。ドルゲンゴア、ついに会えるのか。聞いたばかり長かったかの。さて、いつまでも寝てばかりおれん。そろそろわしの念願を果たす時が近づいておる。ところで、砂漠の爪は見つかったのか？はい、こちらに。聞こえなかったのか？砂漠の爪はどこだ？ですからこちらに。砂漠の爪ことジェスター班です。なんだと？こいつが？こいつは砂漠の爪などではない。しゃあけど、ジェスターはモロゴッツ強いです。そんな間違いやなんて、そんなはずは。わしは砂漠の爪の顔を知っておる。こんな小僧が砂漠の爪であるわけがなかろう。アンさん、騙しとったんか？本当なの、ジェスター？いや、それは、すまない。そのうち打ち明けるつもりだったんだ。ああ、なんということでしょう。こいつを縛り上げろ。宇宙に放り出してやる。待って、パパ。ジェスターは砂漠の爪じゃないかもしれないけど、もう私たちの仲間なの。許してあげて。何？貴様ら、なんでお前がこんな野郎の肩を持つ？パパが寝ている間にジェスターは私たちを助けてくれた。受けた恩を忘れないのが本当の海賊でしょ？そうです、ジェスターさんの強さは本物ですよ。キャプテン、ジェスター班はきっとワイらの役に立ってくれます。ワイからも頼みます。
ジェスター班を仲間にしてやってえな。チッ、お前らまで。まったく甘いやつらだぜ。キャプテン、どいつもこいつもうるせえ。てめえら一体誰の船だと思ってやがる。勝手なことを抜かしおって。ジェスターとか言ったな。いいだろう、てめえにチャンスをやる。自分の力でわしの役に立つことを証明してみせろ。パパ、さすがキャプテンや。ただし、しくじればぶっ殺す。わかったな、ジェスター。ああ、わかった。で、何をすればいいんだ。そうだな、その前にてめえらも耳の穴をかっぽじってよく聞け。今まで黙っていたが、今こそわしの計画を話す。ほんまでか、キャプテン。ほう、聞かせてもらおうか。とうとう話してくださるんですね。航海の目的を仲間にまで秘密にだなんておかしいですから。はい、パパ、早く早く。わしの目的は伝説の惑星エーデンじゃ。エーデン、聞いたことあるよ。昔銀河から消えた幻の惑星。そや、全宇宙を支配するほどの財宝が眠っとるっちゅう噂されとるあれやろ。そう、それそれ。そこには永遠の命が存在するっていう人もいるとか。しかし、そんなものがほんまにあるんかいな。思い出しました。エデンは1万年前、銀河から突如として姿を消した惑星です。ゼラードを超える超文明を持っていたと言われています。今では伝説として語られる幻のユートピアです。おとぎ話だろ。まさか本気でそんなこと言ってるんじゃ。シャラッ、わしは本気じゃ。そのエデンへの道を探し、たどり着くには過酷なミッションを遂行する必要がある。そのためにわしは優秀なハンターのスカウトを命じたのだ。つまりエデンに眠る宝はわしが根こそぎいただく。宇宙一のお宝をこのわしが手に入れるのだ。モンシャ。はいにゃ。皆の者、スクリーンを見るにゃ。てめえらもジェオの書記は知ってるな。あらゆるお宝が記された銀河一の冒険書よ。こいつによると、エデンと大石板は切っても切れねえ関係にあるらしい。大石板。私たちがずっと探してきた古代の石板よ。だからパパは異常に大石板にこだわってきたわけか。おそらく大石板にはエデンへの道を開く秘密が隠されているに違いないのだ。エデンにたどり着くにはまずこの大石板を手に入れねばなら。つい先日、惑星ベダンの鉱山で巨大な古代石板が掘り出されたらしい。これがエデンの大石板かどうかはわからんが、調べる価値はある。だが鉱山といやザックス・モラティ一家の縄張りだ。相当に厄介な連中だ。いいか、ジェスター、今すぐベダンに降りて大石板が本物かどうか確かめてこい。わかった、キャプテン。成功すればてめえを認めてやる。ジェスター、よかったね。ちょっとドキドキしちゃった。
んたにしては甘いな。お前は気づかなかったのが？奴はただ者ではない。わしが出会った男で、あの男と同じ感覚を味わうのはこれで二度目だ。はあ？ちなみに一度目は誰だ？砂漠の爪だ。本物の名。ここがベダンか。銀河全体の 40% の鉱石はこの星で取れるの。まあ銀河有数の鉱山惑星ね。暗い感じだな。そうね。この星の鉱山区マイナは年中日が昇らない夜だけの街なの。どう？結構ロマンチックじゃない？夜だけの街か。でどっから行ってみる？そうね、やっぱり確かめるには鉱山に行くしかないけど、鉱山は許可されたものしか入れないはず。町に出て鉱山に入る方法を探ってみよう。になりそう。ここどの辺かな？このまま行けるんじゃないか？
生きてみたいよね、こういうとこ。まずは情報集めだ。なんか嫌な雰囲気。まずは情報集めだ。しやがって。あれってモラティッカ？言ったようじゃな。あ、おっと、驚かせてすまんの。怪しいものではないぞい。わしはバートン。遠路はるばる鉱山で発掘されたという古代の石板を調べに参った探検家じゃ。石板？あんたも？おお、君も知っとるのかね。ということは君たちも情報を集めとるんじゃな。ならばどうじゃ、情報交換といかんか。あ、うん、いいけど俺たちまだ。わしの方は鉱山の連中が集まるアンジェラというバーがあるとこまでは突き止めた。そこに行けば何かわかると思うのじゃが、どこにあるかわからんでな。弱っておる、知らんか。バアンジェラ、いたぞ。おほ、こりゃいかん。あ、おじいさん。ん、おい、お前たち、あのジジイの仲間だね。
おい、なんだお前ら。何なんだよ。ね、なんかやばいね。ちょっと、なんでこうなるの？立ってください。しゃけりゃとっとと町を出るこったな。目立っちゃった。ちょっとまずかったかも。さっきのじいさん、バーアンジェラとか言ってたな。そこに行けば何かわかるかもしれない。そうね、探してみよう。博士、ポカチョ博士、聞こえますか？感度良好だ、スティーブ。お前の方も調子がいいようだな。当然です。私はポカチョ博士の設計なさったロボットですから。お世辞も言えるようになったのか。大したものだ。少し調整したいことがある。お前の回路を遠隔操作するがいいかね？わかりました。いつでもどうぞ。マーク、宇宙はどうだ？とってもすごいよ。想像してたのと全然違う。ずっとずっと星の海が続いてるんだ。父さんとスティーブには感謝しなくちゃ。そうか。それに大石板。なんだそれは。ものすごい宝物。大石板があればエデンっていう楽園に行けるんだって。だからみんなで探してるところなんだ。エデンか。父さんも行ってみたいものだな。見つかったら教えてあげるよ。そうか、楽しみにしてるよマーク。うん、任せて。あー、なんだかワクワクするな。Thank you.
と待ってよ。バーアンジェラか。柄の悪い町だ。アンジェラか。
いつらか。行くよ。やっ、やっ、それ。これは先に進むのも一苦労だな。強いのばっかりだね。くそ、こいつらか。やるしかないよね。やっとこんなもんさ。まずは情報集めだ。アンジェラか。くそ、こいつらか。やるしかないよね。大石板を探してるの私たちだけじゃないんだね。
アンジェラか。
まずは情報集めだ。
いい仕事したぜ。Thank you.
ましたで。
仕事したぜ。
たで。
いい仕事したぜ。まずは情報集めだ。くそ、こいつらか。出るしかないよね。楽勝だな。やるしか
かないよね。手応えのない奴らだ。モラーティ一家か、厄介だな。やるしかないよね。これは先に進むのも一苦労だな。強いのばっかりだね。くそ、こいつらが。まずは情報集めだ。うまくいくといいな。やるしかないよね。あ、くそ、こいつらが。
やるしかないよね。くそ、こいつらが。
アンジェラか。Thank you.
してるの、私たちだけじゃないんだね。アンジェラか。くそ、こいつらか。やるしかないよね。これは先に進むのも一苦労だな。